Welcome to Kimono Mama's Kitchen. I'm Moe and this is Susan. Today, we're gonna show you how to make takoyaki. Yeah! Takoyaki is Japanese style seafood pancake poppers. A tip for making them with ingredients you can get abroad is potato chips. Takoyaki contains a lump of oil called tenkatsu. You can substitute potato chips. And those who don't have a frying pan for takoyaki, I've also come up with a way to make them in the microwave. Alright, let's get started. まずたこ焼きの生地を作ります。小麦粉が 100g。そこにおだし。Add 1 teaspoon of dashi powder. This is not required, but dashi makes it more flavorful. You can use other broth like chicken stock.400ml of water. ダマにならへんようによくかき混ぜたら、2 eggs. たまごも生地の中に入れます。OK。まず生地を作って、寝かしてる間に材料を切っていきます。取った。Cut the scallion into small pieces. たこ焼きの材料で欠かせないものの中に天かすがあります。これは小麦粉を水で溶いた油で揚げたものなんですが、日本やったらどこでも売ってます。海外で自分で手作りするのは多分めんどくさいので、ポテトチップス油で揚げてるし代用になるはず。これを細かく砕きます。これぐらいかな。うん、おいしい。これはごめんごめんごめん、違うのあげよう。しょっぱいしょっぱいからな。あ、同じちゃう。ほら、これ食べれそう。いいよ。で、主役のタコ、オクトパス、これを1センチ角ぐらいに切ります。材料をすべて切り終えました。これが主役のタコ。ね、すーちゃんがタコ食べられへんのでしらす、あとベーコン、これがポテトチップス、おネギ、これは紅生姜、紅生姜もしなければ省いても大丈夫です。 Make the たこ焼きソース。 2 tablespoons of sugar. チャップ。 2 tablespoons of ketchup.ちょ、溢れちゃった。おお、大さじ2やな。ウスターシャーソース、 1 tablespoon of ウスターシャーソース。お醤油、小さじ1。 1 teaspoon of soy sauce。 Cooking oil in the pan and heat well.ポテトチップス、あ、もちろん天かすがあれば天かすでも。タコ、はい、スーちゃんの。スーちゃん、ちょっともうこんだけしかないや。紅生姜、おネギ、そしたら繰り返していくね。縁のやつを中に入れ込みながら、すげーすげー、いい感じいい感じ。いい感じ。
美味しかった。美味しかったんや。まん丸になるようにコロコロ転がしていきます。でね、この上に油をさ、キュンとかけると外がカリッとなって美味しい。わ、いい感じ、いい感じ。カリッと、中はとろっと、結構しっかりめに焼きます。すーちゃんのと分かるようにしとこな。すーちゃんのどっちやったかいな。すーちゃんのにはソースかけんとこか。It's all done! たこ焼き is ready! よっこしょー、お待たせ。いただきます。うわっ、すーちゃんの熱いからな。とろとろやわ、中が。ふうふして食べて。だ、おいしい。もっと食べる。いただきます。すごい美味しい。美味しい。中がトロトロ。美味しい。美味しいな。ごめん、自分でやりたかった。自分でやりたかったな。ごめんな、ママ触ってやってな。そうね、たこ焼き器がないバージョンも作りたいね、すーちゃん。何して、おにぎり